てより、日本は侵略されかけていると心配する声も上がってますが、何度 WHO まで日本に新組織設立するらしいです。CDC アメリカ疾病予防管理センターまで日本に設置すると、バイデンじいさんに言われてる増税岸田は、今度はテドロスに言われて WHO の傘下の組織の設立を約束してしまってるらしい。共同通信からお伝えします。岸田文雄首相と世界保健機関 WHO のテドロス事務局長が WHO 傘下の新組織を日本に設立する方針で合意していたことが11日分かった。新組織は世界中の誰もが必要な医療サービスを負担可能な額で受けられる万人のための医療の実現を国際目標に掲げる。来年5月に広島市で開く先進7カ国首脳会議 G7 サミットに合わせて発足させる方向だ。複数の外務省筋が明らかにした。首相は広島サミットを日本の国際貢献を誇示する絶好の機会と位置づける。新組織設立は首相の意向に沿ったものだ。日本が社会保障制度をめぐり培ってきたノウハウを新組織の政策に生かし存在感発揮を狙う。存在感発揮なんていう見栄のために WHO 配下の組織を置くわけ？国際組織からの植民地にされかねんね。どこまで国民をないがしろにするんやろうかね。増税岸田は、ネットの声を見てみましょう。コメントはたくさん出てますね。4700以上あります。賛成意見がありますが、この組織設立、運営費はどこから拠出するのでしょうか。正直、日本は国連の機関という名称を高く買いすぎです。コロナ対応で失敗した無機能機関のために金を使う余裕があるのでしょうか。今の日本の財政では必要ない新組織だと個人的に思います。もう少し設立費、運営費を含めて国民にしっかりと説明してほしいです。よその組織の心配をする前に、少子化やいろんな問題があるのにまだばらまきするんやね。 WHO のコロナに対する対応や発言にうんざりしている日本人は多い。そういう組織に組織を設立して無駄なお金を出すことになると思っている日本人はとても多いと思う。やるのであれば WHO など使わずに日本が独自に組織を設立して他国を集う方法でやったらいいと思う。世界をリードするならそういう方式でやるのが時代に合うと思う。国際貢献なんて綺麗な言葉に騙されて、結局いいように金を引き出されてるってことがなんでわからんのかね。今までも日本の金を援助援助と言ってばらまいてたよね。うまいこと国力をそがれてるんやよ。この負担可能な額以外の負担不可能な額の部分は誰が負担するんでしょうか。日本の国際貢献を誇示する絶好の機会などというからには、当然日本が負担するということ、つまりこんなところにも日本人の血税が注ぎ込まれるということですよね。 WHO だとかテドロスだとか聞いただけで嫌な予感しかしませんでしたが、これって結局日本がその設立費や運営費まで負担するっていうことなんでしょうか。今後のランニングコストも全て税金からですよね。何にせよこんな重要なことをいきなりパッと決めてしまって、国民の大部分が納得しないのではないでしょうか。増税岸田には国民のことなど頭にないんやよ。他にいい顔したいだけ。国民は奴隷やからね。何でも勝手に決めてしまうよね。それも日本の国際貢献を誇示するなんていう見栄のためにね。今や韓国や台湾よりも賃金が低くなってる日本、 GDP もドイツに抜かれるらしい。どんどん力が弱くなってるのに、未だに大盤振る舞いの見栄を張って、結局ますます国民は貧困化してまうね。ワクワクに関しても、ほんと日本人はお人よし。ワクワク接種率世界一で、感染率も世界一、死亡率も相当高い。増税バンバンやらかしてる、こういう自民党を信じてるというお人よしな国民やね。
ワクワクに関しても、参政党は最初から言ってたね。武田邦彦先生が言ってたから、シロちゃんも打ってまへん。打ってないけどかかってまへん。こういう人の YouTube チャンネルが登録者も多くて人気らしいけど、こんな人を支持してるから、日本人はダメやと思うね。この人、自民党のプロパガンダやと思う。増税岸田のことも絶賛してたね。今は批判に転じてはいると思うけど、結局は、自民が第一っていう考えみたいやね。こんな人の自民プロパガンダを信じてるお花畑やから、ダメダメ日本やと思うね。結局、どんどん悪くなってる。今は、参政党を押すしかないね。ワクワクなこともきちんと言ってたし、自民党は国民も日本も売り渡して裏金でももらってるんやないの。これから地方選挙も多くなってくけど、参政党を少しでも広げて自民を是正する勢力に育てましょう。ご視聴ありがとうございました。コメントお待ちしております。次回の動画で会いましょう。チャンネル登録お願いします。